はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。2023年12月27日です。こちら名古屋におりまして、これから周防フローラさんとのコラボトークライブに出かけるところです。昨年も名古屋でこういった動画を配信したと思いますが、1年ってほんと早いなーって思うんですよね。2年前も名古屋でトークライブをしまして、そして明日は大阪でマユチンと、そして1日明けて翌日12月30日は千秋楽東京トークライブとなっております。1年を振り返るちょうどいい機会ではあるんですが、2023年、あなたにとってはどんな1年だったでしょうか。僕は本当ね、素晴らしい1年だったっていうことは毎回毎回言ってるかもしれませんし、そして2024年もさらに爆上げっていうのがイメージできるわけですね。人間っていうのはイメージしたことしか現実にならないんですね。逆に言うと、イメージ、イマジネーション、想像したことっていうのは全て実現するという歴史をたどってきたわけです。前回の動画でも言ったと思うんですが、ドラえもんという大好きなんですね。僕もほとんどね、道具とか言えるし、話を再現できるんですね。僕漫画大好きでさ、この間も例えば Y 氏の隣人とかですね、刈上げくんとか、時にはおいしんぼとか、筋肉マンとか引用すると思うんですけども、ほんとね、漫画っていうのは示唆に富むし、人生にいろんな教訓を与えてくれるなと思うわけですね。ちなみに最近は三国志とか、孔と劉邦とか、そういうのをよく読んでいます。あとキングダムとかですね、中国史っていうのが僕の最近のブームであるんですけども、まあさておきですね、ドラえもんも読めば読むほどいろんな学びがあるということで、藤子不二雄という人がイメージしたことっていうのは、今お亡くなりになってからもしばらく経ちますけども、現実になっているものばかりなんですね。例えば iPhone なんて、スマホなんてそうですよね。お好みボックスという道具があったんですけども、それそのまんま実現してますからね。もうほぼほぼ8割ぐらいもう実現してるんじゃないかなと思います。なので歴史的な人類全体のイマジネーションというのも技術革新によって実現しているわけです。それに比べると個々人の人生なんてのは、本当それからするとですね、スケールは非常に大きくはありませんし、簡単に実現できるなと思うわけですね。まあとりわけですけれども、お金という面に関してはイメージの通りなんですよ。イマジネーションがそのまんま銀行口座にチャリンチャリンチャリンと課金されるということになってるわけです。で、僕自身もこれまでね、ずっとそういうことをやってきたわけですね。例えばですね、もう20年ぐらい前なんですけれども、銀行の通帳に200万って書いたんですよ、ボールペンでリアルに。そしたら本当に200万入ってきましたけどね。で、その200万っていうのは当時はもうすごい大金だなというふうに思ったわけですけども、さっき通帳を見たらですね、まあ、とあるところから100万円振り込まれておりました。100万、200万とか1000万っていうのが僕にとっては、まあ、日常的な数字になっておりますし、まあ、そうやってイメージしたものがですね、どん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 膨らんでくるっていうことですね。というわけでですね、はい、今からが本題なんですけれども、金運アップのイメージングを一緒にしたいと思います。名付けて金粉の魔法ということですね。瞑想してる時とかリラックスしてる時に、僕の目の前に金粉がわーって舞ってる時があるんですよね。というかそのようにイメージングするんですよ。すると本当に金運アップしてしまうということなんですね。これはですね、太古の歴史からその金粉にまつわる魔法というのがいろいろあってですね、まあ、それを今から再現しようということなんですけれども、まあ、単純な話です。ぼーっとしててください。ぼーっとしてるだけです。そして僕の誘導に従って、なんか金粉が舞ってるなーっていうのがイメージできたらそれで OK です。2024年、少なくとも金運に関しては爆上げ間違いなしです。それでいきたいと思います。
今ですね、この YouTube を見ているあなたの、そして多くの方の集合的無意識にアクセスしたんですね。まあ、集合的な潜在意識なんですけども、非常にクリアな感じですよね。世の中全体のレベルはもっとドロドロしてると思うんですけれども、さすがにこの YouTube を見ている方は本当クリアな方が多いなと。もちろんいろんなモードの方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、平均的にというか全体的にとてもすっきりしてらっしゃるので、あんまり苦労して浄化をする必要もないなと思ってますね。金粉を生み出していますので、あなたが見ているこの画面に少しずつ金粉が現れているんじゃないでしょうか。そしてまず画面いっぱいに金粉が占められたと思ったら、それはあなたの部屋にも拡大し、今まさにあなたの周りに金粉が舞っているところです。部屋いっぱいに金粉が舞っています。その金粉はどん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 倍々で増えてきます。部屋中に金粉だらけ、部屋中に金粉だらけ。金粉を集めていきますね。実はですね、金というのはとても安定した物質ですので、いろんなものと混ざって溶けたりすることはなくて、例えばよく金粉採集とかあるじゃないですか。山の中で砂金みたいなのとってですね、あれももちろん細かく粒々にはなっているんですけども、集めたらそれなりに価値が高いものでですね、完全に溶けてなくなるということは基本的にないものなんですね。なのでおそらく、じゃあ例えばこの名古屋の周りでもですね、道歩いてると金がたくさん落ちてるんですよ。もちろんそれは見えないものですし、それを一つ一つ拾い上げるほどの時間コストっていうのはかける価値はないですけども、でもあるものはあるんですね。だから空中にもですね、常にその金粉、そしてその金のね
バイブレーション、エネルギーというのは待ってるわけですよ。リアルにありますので、それは集まれとすると実際集まります。だいぶ集まってきて、ちょっと固めていきますね。今度金というのはこの宇宙で非常に価値の高い物質ですので、それはもう炭素の塊であるダイヤモンドとかよりも全然高いようですね。ちなみにこのロレックス、これ金なんですけども、金目ですけども、ダイヤモンドがたくさん埋め込まれています。実はこのダイヤの価値よりも金の方がはるかに高いというふうにとある方から言われました。バリ島の兄貴でしたけど、よし、だいぶ金がだいぶいったね。これじゃあ一気に封入、よし、もう一回ありがとうございました。イメージというのはですね、単に見えないもの、非現実ではないんですよね。さっき言ったようにイメージしたものっていうのはつまり現実なんですよ。もう量子のレベルでは、素粒子のレベルではもうそれが現実になってるわけですね。ここにポンって来いって言ったら来るんですよ。そしてその来いって言ったバイブレーションがそのまま現実へと反映されますので、要は設計図みたいなものですね。イメージっていうのは完全に設計図です。で、設計図っていうのが現実空間と反応し合うことによって、それが本当に目に見える形となってしまうわけですね。般若心経の中で色即是空、空即是色って言葉ありますけども、もともと目に見えるもの、これ色ですね、これは素粒子、量子であるということなんですね。で、空という、つまり量子ですよね、それはもともとはもうそのまま形になるということですので、イメージっていうのが、まあ、空だとすればですね、まあ、正確にはもっと説明はできると思うんですけども、この現実っていうのが色ということなわけですよ。そして我々の目に見えるものっていうものが、この現実、リアルな現実を作っているように見えますけれども、まあ、元をたどると素粒子の塊ということなわけですね。で、それを形作るのはまさにイメージということですので、今イメージできたら大成功ということです。まあ、ちょっと早いですけども、お年玉と思っていただければと思いますし、ちょっと遅いけどクリスマスプレゼントと思っていただければいいと思いますし、この、まあ、年末の忙しい時期ですけども、心をね、忙しくすることなくですね、なくすことすることなく、豊かにこの年末を過ごしましょう。2024年も、まあ、とりあえず金運は爆上がりということでいきたいと思います。ありがとうございました。